い、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を撮っていきましょうか。ラジオ感覚で聞いていただければと思います。で、今日のテーマはこちら、装束チケット G の使い道、そして効率的な入手方法、そこにフォーカスを当ててお話しできればなと思っております。そして使い道なんですが、すでに画面に出てしまってますね。まあ、多くの方がご存知かと思いますが、マスターランクが今回サンブレイクで追加されました。それに伴い超かっこいい装備が多数追加されたわけですが、こちらの重ね着ゲットするには装束チケット G が必要になってきます。で、結構ね、必要なんですよ。これ大変じゃない？だってさ、一式集めようと思ったらなんとね、15枚必要になってきます。で、この15枚っていうのが結構ハードルが高いんで大変なんですよね。まあ、主な使い道としましては重ね着を作る、これぐらいしかないわけですが、たださっきも言った通り、この装束チケット G がなかなか手に入らないと。じゃあどこでゲットするのかっていうところですが、こちらもですね、多くの方がご存知かと思いますが、ある条件を満たすとこちらにある怪異クエスト、こちらが解禁されます。で、EX1 から EX4 まで解禁されているわけですが、こちらの怪異クエスト、こちらでなんと装束チケットがゲットできます。ここでポイントになってくるのが装束チケット G。 基本的にはどの怪異クエストでもゲットすることができます。これかなりでかいですよね。で、もちろん当たり前の話ではありますが、星4になればかなり強力なモンスターたちがたくさん出てきます。一方で星1の場合はまあ弱くは決してないんですが、まあまあまあ相対的にはですね、そこまで強くないモンスターたちがラインナップとして揃っておりますと。まあ結構タフなので何とも言えないところではありますが、こういったね、ラインナップですね。逆に言うと、装束チケット G、どの怪異クエストでもゲットできるので、できるだけレベルの低い怪異クエスト、こちらを周回していく方がお得でございます。で、なおかつですね、ついこの間、修正アップデートが入りました。本当についこの間の話になるんですが、で、そちらのアップデートで一つテコ入れがございまして、具体的にはこの EX2 と EX1、 こちらで登場するモンスターの体力がなんとですね、大幅に減りました。具体的には3分の1程度減りました。ですので、かなり周回しやすくなってるんですよ。ですので、これからですね、装束チケット G ゲットしたいであったりとか、重ね着ゲットしたいという方はぜひね、こちらの怪異クエストを周回していきましょう。ちなみに今のところは星1だからといって出にくいとか、星4だからといって出やすいとか、実はそういったところの差っていうのはございまして、レベルが高くなればなるほど、実はですね、こちらのチケット入手しやすくなってます。例えば、EX1 の青柱とか、あとおさえづちとかだと、まあ1枚程度しかゲットすることができないんだけど、ただ EX の4のクエストであれば、まあこれもですね、まあ具体的な確率はまだわかりませんが、まあ結構な確率で2つゲットすることができます。まあ体感ではあまり変化するほどではないかもしれませんが、まあまあまあ2つゲットできるということなので、まあ腕に自信がある方は、ないしはマルチでやるんであれば、あえてまあ星の4を狙っていくっていうのもありかもしれませんね。ちなみに周回しやすいのはナルガかな。多分この中だとナルガが一番ですね、周回しやすいんじゃないかなっていうところです。だからまあマルチであればナルガ周回で、ソロであればまあアシラか、あとおさゆづち、こちらの周回かな。一番簡単なのがおそらくおさえづちかなっていうところです。まあ何の武器を担ぐかによるんですが、まあ例えば体験であったりとか太刀とかであれば、おさえづちかなり借りやすいと思いますので、個人的にはおさえづちソロであればおすすめでございます。ただ本当に装束チケット G なかなかゲットできませんよね。ですので、重ね着を例えば全てコンプリートしようと思うと、相当これ時間かかることになるんじゃないかな。まあ前回の修正アップデート、世間的にはいろいろ言われていますが、ただ装束チケット G っていう観点、まあ重ね着の観点からはかなり紙アップデートだったのかなっていうところですね。まあ2と1って言ってもさ、結構ねモンスターたちがタフなので、ソロであれば相当時間かかってしまうので、まあそれがですね、体力が一気に3分の1削減となればかなり嬉しいのではないでしょうか。まあ結構上手い人でも普通にですね、青柱10分とかないしは15分とかかかってしまうぐらいだからさ、なかなか厄介だったんですが、まあ弱体に関しましては賛否両論ございますが、まあ良かったのかなっていうところですね。まあやたらタフだからな、怪異化すると。なんで怪異化するとタフになるんだろうね、よくわからないよな。だってさ、怪異化っていうのは
まあ、一応方式設定で、まあ、体力が吸い取られるみたいな、まあ、そういった意味合いがとても強いと思うんですが、なぜかね開花すると強化されてますからね、どういうことみたいな、なんか逆じゃねって思うんだけど、まあいいや、まあそこはゲームなんで置いときましょうか。まあそういった形でございます。まあ特にですね、このモンスターハンターライズサンブレイクも発売してからなんだかんだで2週間ぐらい経ったんで、まあ全てのクエストをクリアしてしまったとか、ないしは装備もある程度作ってしまったっていう方が増えてきたと思うので、じゃあ次は何を集めるかっていうところで重ね着やろうかみたいな、まあそういった方も多いかと思いますので、ぜひですねソロでやるんであればこちらの星1クエストで、マルチでやるんであれば星4クエスト、こちら周回してください。ただ意外にですね、難易度が高ければ高いほど装束チケットが多く手に入るっていうことを知ってる方少ないみたいですね。まあそもそも開花のクエスト自体を周回する方って少ないからかな。まあコメント欄とか見てても知らない人が結構多いみたいですからね。え、2枚ゲットできるのみたいな。まあそんな感じですかね。ちなみに星1でも確率は低いけど、もしかすると2枚ゲットできる時もあるのかな。どうなんだろうか。まあ相当確率は低くなると思いますが、ちょっとそこについてはわかりません。ただ少なくともおすすめの方法としましては以上となりますね。いやけど装束チケット G って結構ねハードル高いよなこれ。ちなみに皆さんはお気に入りの装備何ですか？もしよろしければコメント欄で教えてください。ただかなりおしゃれなですね装備が増えたなっていう印象、それなんですよ。マスターランクになってからめちゃくちゃ増えましたからね。これ見てくださいよ。コンプリートしようと思ったら大変じゃない？これ装束チケット G って何枚ぐらい必要なんだろう。まあリア度が低いものであればね、1つあたり2枚で済むんですが、ただね上位に行くとこのような形で装束チケットで、それだけではなくなんとね素材も必要になってくるんで、まあこれが大変なんですよね。あとお金もそこそこかかるので、マジでマスターランクってそう思うとやりごたえがありますよね。まあ最終的にはクエストを回しまくればお金も貯まるし素材も貯まるから、まあ結局それだけで終わるっちゃ終わるんですが、ただそれがまた長いんですよね。まあそんな感じですかね。はい。あとこの話っていうのはあくまで暫定的な話になってくるので、8月に確か無料タイトルアップデートがございます。で、無料タイトルアップデートがあるわけですが、公式からもアナウンスがあった通り、なんとね、EX の星5出る可能性がございます。まあ、あくまで公式からは、怪異クエスト、こちらに何かのクエストが追加されると、そういったアナウンスがあったので、おそらく星4にプラスされるっていうことは考え難いから、まあ純粋に星5とか星6が追加されていくことになるんじゃないかなと思ってます。いやー、かなり楽しみですね。だからまあ怪異化のディアブロスであったりとか、そこら辺と戦うことができるんじゃないかな。あとはまあ足モンスターとか、まあ多分そこら辺がですね中心になってくるかと思います。またそこの続報につきましてはこちらのチャンネルで共有させていただきますので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。あとはですね、モンスターハンターの動画に関しましては再生リストに何本も打ち込んでおりますので、ぜひ再生リストも見ていただければと思います。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。いやーけどね、モンスターハンターライズサンブレイクもようやく一段落つきましたよ。まあここから勲章であったりとか盟友クエストであったりとか闘技大会 TA であったりとか、あと装備集めであったりとか、あと五石厳選であったりとか、まあそれこそエンドコンテンツ豊富にあるわけですが、ここからが長いな。これからおそらく1000時間ぐらいやることになるんだろうか、ちょっとわかりませんが、また続報がございましたらこちらのチャンネルで共有させていただきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃの。